遠い思い出のようなちぎれた夢、ちぎれた夢のような遠い思い出、つなぎ合わせたいんだ、一緒に。待っていたよ。彼に会ってきた。彼は君によく似ている。抜け殻、いや、これが本来の姿か。そんなものに意味はない。君はどうだ、本当の名前を覚えているのか。空、脅かすなよ。かどうした空、もう終わりか。他に世界があるのならどうして俺たちはここでなくちゃダメだったんだろう。この世界はつながった。だ、誰？闇とつながった世界。空は変わらないでね。扉が開いたんだ。リク、お前には何もわかるまい。そら、またあいつの夢だ。な、許せないだろ。うん、腹が立ってきた。サイファーやりすぎだよね。街でいろんなものが盗まれてるのは事実だし、サイファーとは長い因縁があるから、俺たちを犯人だと思うのも先歩譲って許してやってもいい。でもとにかく許せないのはあいつら俺たちが犯人だってあちこちで言いふらしてるってことだ。おかげで世間様から泥棒扱い。こんな腹立つことあるか。ない、俺はないね。かつてない。さてどうしてくれようか。犯人を探そう。俺たちの無実を証明するんだ。それ面白そうだね。サイファーはどうするんだ。それより俺たちの信用回復だ。真犯人を見つければ誰もごちゃごちゃ言えないだろう。大変だ。ないよ、僕たちのがなくなってる。
れ、俺たちのが、え、これ何が言えない。でも僕が言ってることはわかるよね。がなんだかわかってるよね。盗まれた俺たちのだけじゃないって言葉も盗まれたんだ。どんな泥棒だよ。これは確かにサイファーどころじゃないな。だろ。よし、まずは聞き込みだ。あれ、心が帰ってくる。目覚めはもうすぐだな。ロクサス、行こう。盗っ人、許せんもんよ。なんだと。頭の悪い会話だぜ。なんだと。俺たちのお返してもらおうか。犯人はお前しかいないもんよ。盗まれたのはお前の敗北の決定的証拠だ。どうした、燃やしたか。まあがなくなっても過去は変わらないけどな。再現。それはいい。腹を見せて降参すれば見逃してやらないこともない。
ロクサス、ロクサス、落ち着いて。俺にひざまずけ。た、つい、そりゃ。おいおい、そろそろ本気出せよ。ひざまずけ。俺を退屈させるな。スイッチタッ、やっ、そりゃ、やっ、はっ、はっ、そりゃ、ローマンチックに決めるぜ。はっ、そりゃ、ローマンチックに決めるぜ。スイッチ、サイファーは調子が悪いんだもんよ。大会筆記。うわなんだあいつ。犯人？
なんだこれ。あの人が店長になってから俺が最初の客だったんだ。だからその記念、思い出の写真なんだね。あれ、やった、言葉も取り戻した。なあ、犯人はどんなやつだったんだ。わからない、ただ写真が落ちてたんだ。それじゃあ俺たちの疑いが晴れないぞ。ツーショット。ロクサス嬉しそう。そんなことないよ。ねえ、盗まれた写真は全部ロクサスが写ってるやつってこと？そうか、だからみんな私たちを疑ったのね。サイファーが言いふらしたんじゃなかったのか。本当に俺の写真ばっかり。うん、ほらこれも。ね、全部でしょ。犯人が本当に盗みたかったのはロクサス自身だったりして。バカなこと言うなよ。こんなやつ盗んだって何の役にも立たないだろ。ひでえ。どこだここ。誰、そっちは。回復率 12%。 13機関目、ここを見つけたようだ。しかしノバディはなぜ写真を盗んだんだ。どちらも単なるデータだ。奴らには区別できなかったのだろう。さあ、あまり時間がないぞ。波音を急がせるか。島は？リク、帰っ…誰だ？奴らはどこにでも現れる。お前がキーブレードを持っている限りだ。ねえ、僕らの船でいろんな世界に行ってみようよ。行ってこい。友達を探すなら、なおさらだ。ギョ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 。僕、グフィ。俺、ソラ。行くよ、俺も。キーブレードはハートレスにとって邪魔なものらしい。そう、鍵。キーブレード。鍵？これが？問題は少年の方だ。ついに鍵穴まで見つけおった。